はい、ともこんチャンネルです。はい、今回は、めちゃくちゃ久しぶりにね、出してきた、はい、これはまあずっとね、まあ足回りとかね、ちょっと色吹いたりとかってしてたんですが、これは 2、3年前、約 2、3年前に作って、そのまま作ったっていうか、まあ足回りはねもう作ってたんですけど、色ですね、はい、ボディの色とか内装の色とかですね。で、まあ中途半端に置いてた、これはアメリカンクーペのやつですね。はい、長谷川さんのキットなんですけど、これですね、もう箱とかはないです。はい、もう 2,3 年前でずっと放置してたやつですね。まあこれはもう 2,3 年前の時に、僕の友達からね、ちょっといただいた、はい、カーモデルなんですけど、それです。まあこれですね、1966年のアメリカンクーペタイプ PW っていうやつかな。はい、で、ブロンドガールズフィギュア付きのやつですね。はい、まだ、そのフィギュアですね、女の子のフィギュアの方は、下地も何もしてません、そのままですね。はい、で、まあ僕のとかね、友達がボディとかにね、色吹いたままで置いてたんですけど、これはまあ一応あれですね、マジョラカラっぽいようにしてたと思います。はい、こういう感じですね。まあ一応黒色を吹いて、シルバーを吹いて、でその上に赤ラメかな、まあ、ネイル用の100均とかで売ってるね、ネイル用の赤ラメをオートクリアと混ぜてね、吹いてた記憶があります。はい、ちょっといろいろね、まあ昨日なんですけど、昨日の夜なんですけどね、はい、積みプラのところを掃除してたりとか、はい、してたら これが出てきました。はい、まあ懐かしいなと思って、まあ一応部品はあるんで、まあまたね、こういう感じの色なんで、まあ一応僕も色分けっていうか、はい、また新しくね色を吹き直そうかなと考えてます。はい、まあ下地はまたブラックですね、黒色にして、でシルバーで、まあラップ塗装ですね。はい、中間のシルバーのところをサランラップとかでね、まあポリラップ、クレラップとかそういうやつで、まあところどころにちょん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 とシルバーをつけていって、で、クリアレッドとかですね、まあフィニッシャーさんで言うたら、まあ僕がよく使う蛍光レッドかな、はい、クリアレッドみたいな感じになると思うんで、はい、それを拭いてね、ラップ、赤色のラップ塗装にしてみようかなと思います。はい、
まあ、ほこりだらけだったんですけど、僕磨いてね、はい、ちょっと綺麗になりましたが、はい、これはラップ塗装で、赤いね、ラップ塗装でやっていきます。はい、まあ、説明書もね残ってたんで良かったかなと思います。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じになってます。まあ、デカールですね。はい、まあ、デカールはもうこれだけ残ってるだけです。ナンバーですねと女の子の、眉毛とか目とかのやつですね、はい、が残ってるだけですね。で、あとはこのダッシュボードですね。はい、見にくいかな。はい、こんな感じでもうダッシュボードにはデカール貼ってます。はい、もうダッシュボードの色はこのままですねにしますが、内装の色、はい、こんな感じでね、ちょっと後ろのとこがハゲてるっていうか、まあ色がね外れてるような感じになってるんで、で、まあ要、ダッシュボードとかこういうね赤茶色っぽいような感じの色にまた持っていきたいかなと思います。はい、でもうガラス面もこんな感じでねマスキングテープで、貼ってますんで、窓枠というか、ガラスの枠ですねの方を、色分けします。はい、でシートのとこもこれだけで色なってるんで、また全体的にね、白いところも赤茶色っぽいようにします。はい、まあ、ハンドルとかもね、オートマのミッションとか、ルームミラーとかでバックミラーのところもありますんで、はい、でバンパーとかね、グリルとかでテールランプのメッキのとこですね、でテールランプのこの、クリアパーツとかもありますんで、はい、まあなんとかできるかなと思います。でもう 2,3 年前でずっと放置してたんで、タイヤの方はいけるんですが、この白いね、はい、この白いプラスチックですね、丸いプラスチックのとこがもうところどころ割れてるんで、もうそれは、はい、まあなんとか修正できたらいいかなと思うんですけど、はい、まあちょっと一旦これは置いときます。はい、そのために今これ長谷川さんのキットなんですけど、はい、青島さんのキットのね、これホイール14インチかな15インチかなのアメリカンタイプですねのこういうホイールを履かせてます。はい、まあ、どっちにしろね、アメリカンタイプなんで、まあいいかなと思います。はい、もうシャーシの裏はね、もう 2,3 年前に、はい、約 2,3 年前に、ウエストブラックで拭いてた記憶があります。はい、
でマフラーがもうどこにも探してもないので、自作でちょっとね、作ります。はい、まあそんな感じで、今回は、はい、もう懐かしいですね。もう 2,3 年前でずっとこのまま放置してた、長谷川さんのキットのアメリカンクーペのやつですね。はい、それを今回はこのままで紹介しましたが、次回からこれまた色分けして、作って、やっていきます。はい、でまあボディの方は先ほども言いました、一応またドボンして、はい、ね、色が消えるっていうか、ね、地のままになるような感じの色のやつですね。液体を液体で、ドボンして、でまたウエストブラックとかそういう感じで下地を黒くして、で中間の方でシルバーで、ラップですね、サランラップとかで、ラップ塗装みたいな感じにして、でその上にまあ蛍光レッドかクリアレッドか、で、まあラップ塗装、赤色のラップ塗装の方のボディで、やっていきます。はい、まあ内装の色もね、赤茶色っぽいようにしますんで、はい、また次回、ちょっと進んでると思います。はい、まあそんな感じなんで、懐かしいね、カーモデルが出てきましたんで、それの部品紹介をしてみました。はい、箱はもうなくなってしまったんで、はい、説明書もあるんで、まあなんとかできますんで、はい、また次回これしますんで、次回の動画もお楽しみにしていてくださいね。はい、お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それではバイバーイ。